Suite du mode histoire, épisode Tsubasa, ça y est, on y est, c'est la finale du tournoi national et on affronte la touffe. それでどうなんでしょう、翼は。確かに彼はまさに何年に一人出るかどうかというサッカーの天才です。これからの日本サッカーを背負って立つ男、そう言って間違いないでしょう。だからこそです、将来のことも考えねばなりません。聞くところによると、翼くんはブラジルへ渡ってプロのサッカー選手になるのが夢だそうですね。それに比べたらこの大会などちっぽけなものです。一度ぐらい負けても翼くんの将来には何の影響もありません。しかし無理に出場してもし怪我が悪化してしまったら、翼くんのサッカー人生に大きな影響を与えることになるでしょう。ですから、親御さんのあなたが翼くんの将来のことを考え、今日の試合に出場することを望まないのでしたら、私は担当医として翼くんをこのまま休ませるつもりです。はい。ですけど、その前に翼は何と？翼くんは先生が止めても試合に出ると。しかし。では出場させてください。翼がやると言うならやらせてください。翼は今日の試合のために頑張ってきました。それなのに出られないとなったらきっと一生後悔します。それに今日の試合に出てもし負けたとしても、怪我が悪化して世界一のサッカー選手になれなくなったとしても、翼はあの試合に出なければよかったと思うような子ではありません。翼はそういう子です。お母さん。あら、さなえちゃん。おはようございます。翼くんのユニフォーム持ってきました。あ、そう、ありがとう。おばさんは強い人ですね。私ならきっと、そんなにひどい怪我なら今日の試合出るのをやめてもらいます。さなえちゃん、elle a vu juste la petite. みんな、おはよう。翼、翼くん。先生、早く今日の試合のためのテーピングをお願いします。寝てる間に包帯がほどけちゃって。翼。おう、おはよう翼。用意はできてるか。あれ、みんな。翼、今日は俺たち中学生活最後の公式戦だ。最後の試合ぐらい揃ってグラウンドまで行こうぜ。みんな、ありがとう。もう少し待っててくれ。ああ、ここまで来たらもう細かいことは言わん。いつも通り自分たちの軟活のサッカーを見せてくれればいい。みんな力いっぱい戦ってこい。はい。翼、キャプテンとして最後に何かないか。はい。みんなも知ってると思うけど、本当は俺は小学校を卒業したらブラジルへ渡るつもりだった。だから南葛中学に入るつもりはなかったんだ。でも俺はこの南葛中に入り3年間みんなとサッカーができたことを本当に良かったと思っている。みんな、今日の最終試合、やっぱりやるからには勝とう。勝って V3 を成し遂げよう。おお、当たり前よ。翼、お前がいるんだ、負けてたまるかよ。公式戦負けなしでお前をブラジルへ送り出してやるよ。また優勝旗を静岡に持って帰ろうぜ。
よし、みんな聞け。今日の相手、南葛は今までの相手よりワンランク実力が上だ。しかし、今のお前たちの実力なら必ず勝てる。自信を持って戦うんだ。はい。若島津、ドライブシュートの対策はどうだ。はい、まずドライブシュートを止める方法を映像を見て研究しました。ドライブシュートはゴールの上から下に伸びてゴールバーのギリギリに飛び込んできます。なのでこちらはゴールラインまで下がってボールがゴールマウスに入るタイミングでジャンプすればボールを止められるはずです。しかしドライブシュートの威力とスピードは他のシュートと段違いです。タイミングを取るのが難しいようにも思いました。なので昨日の夜キャプテンが打ったあのシュート、ドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートをキャプテンに何本も打ってもらい、その威力とスピードを徹底的に体に覚えさせました。これでドライブシュートには負けません。うん、若島津ならきっとできる。頼むぞ。はい。いいかみんな、今年こそ打倒南葛を果たし東邦学園に優勝旗を持って帰るんだ。ああ、さあ行こうぜみんな。はい。ヒューガー、東邦学園の勝利お前に託したぞ。試合前から大変な盛り上がりを見せています。ああ、さあ、ルマッチ。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち、大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し、V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼、お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし今年こそ俺たち東邦学園が優勝する。そのために俺がお前を、大空翼をグラウンドにひれ伏させてやる。Petit entraînement avant notre match. On voit le joueur de rugby. Dirado, putain, il m'aura fait mal celui-là. Alors, lorsqu'un adversaire utilise une technique de tir, la défense peut se placer sur la trajectoire pour arrêter une technique. Lui. Alors, certains gardiens peuvent activer une super parade en appuyant sur L2 lorsque la jauge zone V est pleine et que l'adversaire utilise une technique de tir. Cette action vide entièrement ta jauge de zone V, mais le but sera évité. Car ce type de parade pour les cas d'urgence. いってー！
逃げないと絶対に無理よ。Genre, le style est excellent. L'heure du grand match. これが俺の。やはり修学真っ初っ端から来た。タイガーセッテバー。早い。エポールの。Rien a pété le ballon. C'est chié dessus. しまった。なんと。ボールがゴールポストに当たってパンクした。ヒューガ君のタイガーショット、すさまじい威力だ。あ、もう sortez-le là。Chaque fois qu'il va tirer, il va marquer。なんかゴールキックで仕切り直します。モリタ君、ここはパスを出した。パスが決まった。翼君、激しいタックル。何？これは何の記録を抜いた？翼くん、翼は俺たちで食い止めるぞ。キャプテンは攻撃に集中を。カットキック、どこまで運べるか。よし、かばして振り切った。ダメだ。おっ、putain。なお、見せれば tirer。プロテクトル。タガセキ君、ここは抜けてる。De toute façon, pas de tir du tigre, hein. Pas tout de suite en tout cas. Là, il y avait une action qui se dessinait. C'est pas grand chose.Fumé. Oh là là. Eh, ça suffit là, loulou là. Putain. Eh, mais il est chaud là.Ouh là 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 là. Oh putain. Ça le tire dans le mort. Mais si tu veux, j'ai essayé 4 fois de l'arrêter, ça n'a pas marché. Puis alors l'autre il... Oh là là. Pour gardien. Bon. Coui!ドライブシュート、パスを回す、ドリブルでボールを運ぶ、翼くん、ボールは友達に渡しません。テッタンブタルベ、激しいタックル、あっ
という間に前半も15分が経過。ここから何かをつかむのはどちらのチームか。まあ、ここは抜かせません。シュートを放った。いや、ロキュピアンプルガーニャンファース。カードキック。どこまで運べるか。素早くつなぎます。キスギ君。渾身のシュート。どうだ。高島君。このボールに立ちはだかる。身を挺してシュートを防いだ。これは見事にキャッチ。パントキック。どこまで運べるか。ワンタッチで送る。おっと。それ。押し込んだ。いけ。いけ。翼君。Non. Je pensais pas que j'allais la récupérer. Oh là là, c'est bon. ここからチャンスを決めるか。タックルを決めた。パン。キスギ君、ワンタッチで送る。これはタッチを終わります。トゥシポンヌ。なんかつ、ここでスローインを得ました。チャンスが決まった。来た。よっ。ここでぶつかっていった。ダイレクトでパス。タッキ君、センターラインを越えて攻め込む。それ。激しいタックル。いけ。パスを回す。あとドリブルを見送る。高島君、ここは抜かせません。どうだ。南君、激しいタックル。それ。翼君、しまった。渡しません。これは南米シロップ。Il est chaud là. Alors. Ah, mais prends le bordel. Oh là là. Ça, c'est de l'action ça.Un partout. On s'est déchiré hein, pour le mettre et on a réussi à un timing de dribble. Putain, lui, il est... lui aussi. Il est... Non, 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 non. Alors, je sais pas s'il est passé, mais j'ai fait le truc du L2 hein, qu'on vient d'apprendre. Je me suis dit là, c'était le moment de le sortir.Putain, il y a un retour défensif là des joueurs, c'est impressionnant. Dommage. C'était pas une passe en profondeur, mais le jeu on fait comme si c'en était une. Et attention là. S'il a de nouveau une occasion, il marque. Hein, On est bien. J'ai eu de la chance, les défenseurs en fait étaient tous bien espacés, ce qui fait que pour le dribbler, ça passait bien. Deux hein, juste avant la reprise. Attention. Oh là là, il va recommencer. Eh ben, on a eu chaud. Hein. C'est parti pour égaliser.翼くんとヒューガくんの対決感があった前半は、南葛が全国大会 V3 に向けて好発進。東方、後半に巻き返しなるか。
おい翼、イムシだ、イムシに運ぶぞ。先生、急に足が痛み出して。当たり前だ、あれだけ無理をするなと言ったのに。お前は。でも先生、全力でプレイしなければ今のヒューガ君には勝てないんです。俺はこの試合に勝つためにグラウンドに立ってるんです。翼。先生、俺に痛み止めの注射を打ってください。痛み止めの注射だと？バカ者。痛み止めの注射というものは大人の選手がやむなく使う手段だ。中学生のお前には負担が大きすぎる。先生、お願いします。今俺がいなくなったら南葛は。翼、なぜそこまでこの大会にこだわるんだ。ブラジルへ行ってプロのサッカー選手になること、そして日本をワールドカップで優勝させること、それに比べたらこんな日本だけの、それも中学生の大会の決勝戦なんてちっぽけなものじゃないか。こんな試合で無理をして、この先二度とサッカーができない体になったとしても、本当に後悔しないのか翼。夢なんです。え、たとえちっぽけに見えても、これが俺の夢なんだ。南葛のみんなでこの大会 V3 を成し遂げようと誓った、これは俺たちの夢なんだ。翼、もし大会 V3 ができなかったら、何のために俺は日本に残ったんですか。ロベルトにブラジルに連れて行ってもらえなかった代わりに、俺はこの大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをしてきた仲間たちと V3 を成し遂げること、それだけを目標に頑張ってきたんです。分かった、そこまでの覚悟があるのならもう何も言わん。しかし今度倒れるようなことがあれば、今度こそお前の出場はそこまでだぞ。いいな翼。はい。おい翼、大丈夫か。うん、大丈夫。治療もしてきたし、後半もいけるよ。そうか、よかった。けどあんまり無理するなよ。俺たちのこと頼ってくれていいんだからな。うん、ありがとう石崎くん。南葛市に引っ越してきて初めての友達が石崎くんだったね。俺が東方中のスカウトを断って南葛中に入ったその理由の一つは石崎くんがこの南葛中にいたからなんだ。なんだよ翼、そんなに見つめんなよ、照れるじゃねえか。あ、いや、ごめん。さ、後半も頑張ろうぜ。うん、行こうみんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。ああ、よし、やってやろうぜ後半戦。ああ、みんな、前半はよくやった。後半もこのままの調子でキャプテンのヒューガにボールを集めていけ。そうすればこの試合必ず勝てる。監督、監督もヒューガさんを認めてくれた。沸かします。一体どうした。やっぱり2 buts quand même。 試合の途中から様子がおかしいぞ。何があったんだ。すみません、小学生の時の古傷が再発したみたいです。何？ああ
若島津さん。そんな、若島津が怪我なんて。でも大丈夫だ。ちょっと痛いだけでプレーはできる。それにたとえ右腕一本でも、俺は最後まで南葛の攻撃を止めてみせる。まあ、プレパートマンパンだから弱気になるな。いつもの東方らしく強気になって気合を込めていこうぜ。普段は冷静な若島津が強気な発言をしてリーダーシップも取っている。俺が試合に出ていない間にお前はキャプテンとしてこの東方をまとめていてくれたんだな。いや、若島津だけじゃない。俺が守りに参加するのを止めたみんなや、翼に堂々と勝負を挑むようになったたけし、みんな俺がいない間に、俺抜きで戦ってきた間に成長したんだな。よし、行くぞみんな。若島津に負担をかけないためにも攻めだ。後半は俺たち東方が攻めて攻めて攻めまくるぞ。はい、キャプテン。J'ai peur. Allez, c'est parti. Non. C'est pas le laisser tirer. On fait le chemin défilé. Ah, quel arrêt. Même si j'aime pas qu'il m'arrête mes buts, c'est le Ed Warner que j'adore. Ah, joli. Et 2-3, coup du chapeau. Voilà, je pense que j'ai enfin le bon timing. Il y a mis un petit peu de temps, mais l'apprentissage. Oh putain, là, là il est chaud patate. Voilà, attention. Wouhou! Oh là là! Putain! L'orgie de but! Tout en puissance! Avant que les joueurs veulent s'interposer, la défense, ils interdisent pas, hein! Putain! Non, pas de cette distance. Oh, l'épaule. Putain, fait exprès. D'accord, Tsubasa.
倒れて止まるか。翼。さあ行こうみんな。ヒナ、翼の闘志に負けるな。ああ、行くぞ。俺たちの夢に向かって。それ中里くん、パスを出します。それパスを回す。それいけ。ボールを奪うことができません。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。それ中島くん、激しいタックル。翼くん、ここから打ってきた。はぁ、小池くん、素早く横に返す。後半15分が経過しました。これでここからアトスパークをかけてくる。高杉くん、ボールを出します。スルーリングで止めた。Non, non, 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 non. Qui va se mettre devant? Drive shoot! Nani? Oh! Oh là là! Oh, le ballon là! Explosé le filet!ああ、ジュミアさん、なんと翼くん、タイガーショットを打ち返してゴールだ。は、入った。そんなバカな。4-2。ここは無理せず後ろへ下げます。あ、リアエンターンモンゴリゼ。パリシアがショット。ドマージ。はい、杉くん、パスを回す。それ、それ翼くん、どうだ。ここからチャンスを作る。これだ。よし、何待ち、渡しません。うわー、攻め込みだ。翼くん、このシュートに反応している。ダイビングキャッチで抑えた。ハントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ロングパスを受けます。テクニックで攻め込みます。タックルを決めた。はい、ダブルタック。それ。タン。川辺くん、ボールを奪うことができません。いや。チャージが決まった。ここで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 。こここの位置でパスカット。これだ。それ、行くぞ。そんぱぼんら。激しいタックル。そら。パスを回す。は。タックル。センターラインを越え。そらよ。スメフィー maintenant。もらった。何？激しいタックル。そら。このボールをコントロール。それこれだ。小池くん、それ。ポンドリブル36 en même temps。よし、行け。おっと、これで大きく交代だ。ce jeu de contre, hein, putain, il y a du monde. Mal finir. Oh putain. Oh là là. Ben là. Ça va le finir.ドリブルを見送る。
これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。タッどうだ。これは南米式のドリブルだ。これを見ろ。行け。あ、ほんまにせんな。イエス。鮮やかにゴールを決めました。サッカー俺の夢だ。おじいぶたん、これを見ろ。行け。ここだ。Bon, on est à l'abri de quelques tirs du tigre. On passe entre les deux. Bon courage. Hein. On a la réponse immédiate. Ouais. C'est Verdun un peu le terrain. La fin, et ben ça aurait été un match à la hauteur de mes espérances. Nankat, Tenkok Chugakse, Saka Taikai, V3 au Tassé, Toho, Sandomeno Chosemo, Mitabi Nankat, no Azi Kabini Hanekai Salemasta. Cinq-trois, on dirait un score de péno. Trophée ténacité du tigre. Tsubasa, V3 da. Ore tachi wa yatta nja. Ore tachi no yume ga kanatta nda. Owatta. Tsubasa. Hyuga-kun.お前との最後のこの試合、また俺は勝てなかった。結局一度も勝てなかった。ヒューガ君がいてくれたから。ヒューガ君がいてくれたから俺も君に負けまいと、この3年間頑張ることができたんだ。ありがとう翼。できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。え？お前が日本にいて、俺の目の前でウロチョの仕上がる。俺はお前を、お前だけを目指しちまうんだ。ヒューガ君。これでひとまず、俺たちの戦いも終わりだな。うん。翼。どうして俺がお前に及ばなかったのか、今日分かった気がするさ。お前がブラジルに行ってプロになるという大きな目標を持ってサッカーを楽しんでいるのに、俺はただお前に勝ちたくて、ただ大空翼の後ろ姿だけを追いかけてしまっていたんだ。もし俺が翼ではなく、もっと大きな目標を目指していたら、もしかして翼、おめでとう。俺も必ずもっと大きくなる。そしてその時はまた。翼、今までありがとう。俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ翼。みんなありがとう。ありがとうみんな。翼、翼くん。マネージャー大丈夫？翼くん。うん、大丈夫だよ。今までありがとうマネージャー。翼くん、早く怪我を治してね。
優勝旗授与。さあ今深紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。そうですか。私の目に狂いはなかった。3年前湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長しこの大会に出てきた。そしてそれからも続々と現れた好選手たち。彼らなら世界に通用するチームができる。彼らの時代がいよいよ来たんだ。翼ヒューガを中心に共に競い合った仲間たち、君たちのこれからの舞台は世界。新たな競合がひしめく世界の舞台へ君たちは共に助け合い羽ばたいていくんだ。さあ、サガ continue sur une nouvelle scène à suivre. Donc là, on a terminé épisode Tsubasa. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à un nouveau héros, incarner un joueur dans une histoire originale dans laquelle tu collabores avec ton capitaine pour devenir le meilleur du monde. Tout un programme. Suite au prochain numéro.